こんにちは、チョメです。今日はドライブコーナー。ウーフーアイランドですね。これどうしようか。最初は最短ルートっぽいの走ってみる？インを通ってみるか、とりあえずは。こんな感じかな。あんまりこの辺気にしてなかったけどね。ちょっとあんまり見てないな。どっちが早いんだろう、これ。ごめんなさい、適当です、この辺。で、これ赤タイヤだったらさ、この、なんて言うんだろう、内側を通ってる人もおるね。これ入らん方が早いかもしれん。ここ、沼地。まあとりあえず普通に適当に走ってみよう適当ってまあドライブコーナーだから、まあ適当なんですよ、適当。こんな感じでいいんじゃない？結構ね、苦手なコースなんだよね、ウーフー両方。ここの入り方なんだけど、こうやって一回やって、これはね、軽量級の場合はだけど、ここのここを狙って入ってますね、いつも。で、こっちでこうやってジャンプして入ってます。で、ジャンプして抜ける。あ、ちなみに赤タイヤの場合は、ジャンプしない方が早いです。ジャンプしないで、ドリフトしながら抜けて、抜けた後解放した方が早いですからね。軽量級はジャンプでなんか、障害物やってますけど。で、ちなみに、これいつも自分、左ルートなんだけど、右ルートの方が早いみたいです。みたいだからね。これね、こっちの右ルートの方が早いみたいなんだよね。なんかこんな感じでやって、こうやってやって。なんかこっちの方がね、早いって聞きました。ほう、これちょっとわかんないんだね、やり方。こうでいいのかな？あ、うまい人の動画見た方がいいですね。あ、やべえ、ゴーストできちゃった。っていうかさ、無言の方が、普通に、うまくできてるじゃん。あ、ちなみに、キノコを使うポイントを教えようかと思ってね。キノコはね、まずここで使う場所がありますね。こうやってインを通って、こんな感じですね。で、ここもね、キノコ使ったやり方やってみる？いや、普段キノコ使わないからわかんないんだけどね。こんな感じで使えばいいんじゃないかな。じゃあ、ちょっとカットして、チョメです。戻ってきました。じゃあ、キノコを使って行ってみようか。じゃあ、左ルートで行ってみようかな。ここですね、キノコが出ました。ここね、こうやってまっすぐ行けるんだよね、ここ。これ結構ね、早いと思うんだけど、どう思います？皆さん。どうなんだろうね、これ。これいいと思うんだけど。こんにちは、チョメです。今日はグリッチのやり方も、ちょっと紹介します。こうやって入ってやってる人が多いね。で、ここに当たる。右側ね。そしたら上に出ます。ここが1個と、これはね、右の方が早いと思うけど、ちょっとこっち行ってみます。で、ここもね、ここに落ちると前に落ちることができます。ここね。ドライブコーナーをしましょう。ドライブコーナーを。もうこれがメインだから。で、こうやって後ろに行ってみようかな、まず。多分この辺でね、コースアウトする。これでもね、あれなんだよね。グランプリだったらもうちょっと行けるはずです。で、これは右はこんな感じか。すごい丘が見える。あ、てか、キノコを失ったのは痛いな。いざという時に出たかったんだけど。これ青い車があるね。ちょっと追突してみよう。これでもあれだよね。グランプリとかだったら違うか。すごいこれ。滑走路だ。これさ、なんかいつもより速く走れるんだけど、これ。すげえスピード出てるよ、これ。これ見たらわかると思うけど、ほらほら、スピードがすごい。これ気持ちよさそうだね、このコースで走ったら。で、他は？ヤシの木がある。これあんまり左とか見てないでしょ、街並みがあって。この辺ちょっとキノコでやりたかったな。キノコでどんどん効率よく。ちょっと最初キノコを失ったのが痛い。これ左も、あ、これも柵があるね。もう柵があるから見えない。これなんか岩がある。岩が、この上とか上がれないよね。さすが上がれないか。岩のトンネルがあった。このオブジェクトとかあんまり見ないからね。ちょっと後ろ見てみよっか。ほら、綺麗なんだよ、結構、このオブジェクト。石のオブジェクト。だから、バナナとかここで投げるでしょ？跳ね返ってくるからね、これ、バナナ当たったら。あ、まずは、ほとんどないけどね、ここでバナナ投げる人なんて。最後じゃないから。で、ここ、バグショートカットができるね、こっち。こうやってやって、ピーってやる人もおるけどね。ここ、だから、この池はね、なんかみんな飛び込み自殺する人が多かったね。つらら。まあ、この辺もちょっと色々落ちたりとかして、ちょっと進んでみようかな。ドライブコーナー楽だわ。適当に。適当って言ったらいけんけど。
景色を楽しみながら適当に走れるから、あの需要ないかもしれんけど、ここもちょっと落ちてみよう。まあね、こんな感じ。普通に走っても楽しくないからね。まあ普通に走った方が楽しいんだけど、こうやっていろんな景色を見るのもええと思うんだよね、たまには。普段こんな走り方せんからね。これどこまで繋がってるんだろう。でも一人の時ってこうやってなんかいろいろ探したりしませんでした？なんかバグとか。あ、昔ね、任天堂の、デバッグスタッフってあったんだけど、応募してたやつ。京都でね、応募してたやつ。あれにね、応募したことがあります、昔。あ、ここ水流だ。だからそれ、もしそこに、ちょっと家が遠かったからね、ちょっと諦めちゃったんだけど、もしそこで働いてたら永遠とこうやって落ちたりする作業してたんかもしれない。だから自分に合ってたかもしれないな、ある意味。その仕事。で、今どうなってるかわかんないけど、これこうなってるんだね、ここ。ここもうまくできてるよね、ここ。ちょっとサムネを作りたい、どっかで。サムネ候補ないかな、どっか。いや、ここはもう、ダメか。ウーフワンのやつ、お城の前のやつのサムネにしたんだけど、結構好評でさ、結構見てくれてる人がおった。ここ一応つながってるからね。ここほら下落ちれない。64とかだったらさ、すっごい戻されるけどね。ちょっと岩ぶつかるよ。あ、ぶつかれんかった。くそ、岩が避けていったわ。よし、岩こんな感じ。ぶつかる。ここもバナナ跳ね返ってくるところだね。これちょっと逆見てみる。こんな感じか。夕日が綺麗だな。サムネどうしよう。こっちってここ赤消しできるんかな、ここで。わかんないけど。ここちょっと落ちてみよう。こんな感じか。一応この、なんて言うんだろう。コーンをちょっと倒してみよう。ボーリングみたいで楽しいわ。いいね。サムネを作りたいな。これこっちだったらどうなる？どこまで行ける？あんま行けんかった。じゃあ気球にぶつかってみようか、気球に。ここの気球。気球乗れる？一応乗れるのは乗れる。いやー、なんか変な感じになった。なんかすっごい変だよ、これ。で、これは、後ろはこんな感じだね。ここで途切れ譲りする人がおるんだけど、逆に遅くなるからさ、被弾してからさ、この辺で、もう2位とか3位確定した方がいいと思いますね。ここもゴールだね。こんな感じですね、後ろは。で、今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。これ逆にもいけるって感じだね。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。失礼します。あ、ちょっと右ルートもちょっと見てみる？一応。あ、最初通ったからいっか。